アジア界にいることはできませんね。キリュウさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一粒を狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？キリュウさん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは私を生け取ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが。あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。あんた陳さん、
立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな、殻の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった。ん？彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア外はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。キリュウ。堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？
立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよあいつも今頃落ちんでるかもな。なあそうだろ錦山。錦もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや。キリュウ。キリュウ、立花は今久瀬の兄貴が拷問してる。もう空の一壺が堂島組の手に落ちんのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえよう面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだとお前の手柄にしてやるぞ錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってのはどいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一つぼはじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。え？違うか、桐生。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せば、お前は。うるせえ！俺は、おめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやるそこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ兄弟。ああ行くぞ。ほんと負ける気がしねえよお前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。ん？牧村誠をそこにかくまっている。橘を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、わかった。さあ行くか。